U ターン富士やるやん。2019年3月14日、帰化情報公開問題、立憲福山幹事長を U ターン富士が直撃。コメントするのは適切ではない。福山哲郎ってもともとは陳さんでですね、官報に載っててみんなに拡散されてる人なんですが、1975年8月29日に日本に帰化。ということで、立憲民主党、国民民主党の議員って、こういう人が多いんやろな。日本国民、有権者には知る権利っていうのがあるから、ちゃんと公開せなあかんで。記事によりますと、日本維新の会の足立康氏衆院議員が7日の衆院総務委員会で、国会議員の国籍帰化情報を公開すべきだ。と提案して、国会周辺やネット上などで議論が起きている。かつて二重国籍問題が直撃した蓮舫副代表が所属する立憲民主党は一体どのような考えなのか、福山哲郎幹事長を12日夜に直撃した。この記事は陳さんのことは書かないのかな？読んでいきましょう。国会内で行われた定例記者会見。陳さん、福山は、約20人の記者に対し、参院選の新人女性候補を紹介したり、安倍晋三首相の自民党総裁4選問題についてコメントした。ね、U ターン富士の記者は、会見後半に手を挙げ、足立さんの発言について、立憲民主党と福山の見解を聞いた。福山はまず、詳細を承知していないので、コメントするのは適切でないと思います、と語った。ちょっと顔困ってるような気すんねんけど。日本では帰化すれば、直後からでも選挙に出馬でき、国会議員になれる。これ本当やめてほしいよね。スパイでも入り放題っていうことになるからな。アメリカでは、上院議員は帰化後7年。下院議員は帰化後9年しないと立候補できない。この点への見解も聞いた。いや、これはね、大切やで。で、金さん、福山は、私は詳細を承知していないので、足立議員の議論については、今コメントするのは適切でないと思います、と繰り返した。国会審議で首相や官僚を厳しく追及する陳さんだが、福山だが、この日は淡々としていた U ターン富士記者は、詳細とは適切ではないとはどういうことですかと質問した。記者分かってて意地悪した。福山は、どういう審査をされているのか私は承知していないので、維新の足立さんの委員会の審議を私はいちいち確認しているわけではないので、そのレベルで答えるのは適切ではない、と答えた。で、記事はアメリカ出身の弁護士さんの意見が載っております。ご興味がある方はご覧になってください。結構有名な方。アメリカではアフリカ系アメリカ人、プエルトリコ系、韓国系、中国系などと普通に名乗っている。で、日本ではなんで名乗らないのか、スパイちゃうんかごらって言う行動するやつ多いよな。U ターン富士の記者は最後に、立候補するときに、帰化など情報を示すのは、有権者が一票を投じる上での判断材料になるとの指摘もある。福山先生や党の考えは？と質問した。ここはもうちゃんと陳さんって聞いて欲しかった。あんた陳さんから福山になってるけど、その考えはどう思う？言うて聞いて欲しかったな。あの官報は何？って、ご自身？って聞いて欲しかったな。で、福山はそれぞれの考えが終わりだと思います。と語ったんやって。ふーん。U ターン富士の記者、よう聞いたと思うけど、ちょっと片手落ちやんな。先生、片手落ちっていうのは民放では、放送禁止用語やけどな。放送禁止用語なんて、放送局の自主規制で、差別やーとか言ってうるさい奴が、ガタガタ言うんで、もう言うのやめときましょうって決めてるだけであって、言ってはいけない言葉なんて本来ないんよ。